ブッチぎットを前景。1は、歩道橋。2は、ユダヤ人旧墓地。3は、消防署。4は、下タポ5は、月頭役所。6は、月頭警察。7は、市場。8は、刑事警察。10は、病院。11は、隔離収容所。13は、監獄。14は、ジップシー収容所。15は、子供収容所。16は、ユダヤ人新墓地。 17話駅。ウッチゲットをもしくはリッツマンシュタットゲットはナチスドイツが第二次世界大戦中にウッチに設置したゲットーである。ワルシャワゲットーに次ぐ規模であった。戦前、ウッチには66万人以上の人口があり、そのうち約3分の1がユダヤ人であった。ドイツ軍のポーランド侵攻後、1939年9月8日に、ウッチは ドイツ軍によって占領された。第一次世界大戦において、ウッチを占領したドイツ軍不評大将、カール・リッツマンの名前にちなんでウッチは、リッツマンシュタットと改名された。1939年10月13日に、ウッチのユダヤ人共同体評議会員モルデハイ、ハイムルムコフスキが、ドイツ当局より、ユダヤ人評議会議長に任じられ、ユダヤ人評議会を組織するよう命じられた。 1940年3月、ウッチの町の他の区域から、月頭のある区域へ移住させられる、ユダヤ人たちウッチの町の中でも特に荒廃した、北方の旧市街区域にウッチ月頭は作られた。この区域はもともとユダヤ人が大勢固まって、暮らしていた地域であり、6万2千人ものユダヤ人が、すでに暮らしていた。1940年2月に、地元の警察長官、 ヨハネス・シェファー新衛大少将,将は、ここを中心にゲットを創設することを布告した。この区域に住む非ユダヤ人は4月30日までに退去することを命じられた。さらに町の他の区域や郊外から約10万人のユダヤ人がこのゲットに連行されてきた。1、1940年4月にこの区域が封鎖されて、ウッチゲットとなった。この時点で、 ブッチ月頭には16万人を超えるユダヤ人がこのゲットーで暮らしていた。またこのゲットーにはオーストリアから移送されてきた5000人のジプシーも送り込まれており、ゲットー内には彼ら専用の収容区画が存在していた。ブッチゲットーの周囲にはワルシャワ月頭やクラクフ月頭のような壁こそ作られなかったが、有志鉄線の鉄条網で囲まれており、監視塔と検問所も置かれ、 出入りは厳しく制限されていた。そのため、前者二つに次いで閉鎖的なト頭だった。月頭入り口を警備するドイツ警察と、ト頭警察月頭内の被覆工場ウッチの、ユダヤ人評議会議長、ルムコフスキはト頭内で、独裁的な政治を行っていた。ルムコフスキの強力な指導体制のもと、ウッチゲットでは、統制経済が取られていた。月頭内に、 民間企業はほとんど存在せず、ユダヤ人評議会があらゆる分野の活動を統制していた。これは比較的自由主義的なユダヤ人評議会が置かれ、市場原理主義的な経済体制が取られていたワルシャワ・ゲットと大きく異なっている点であった。ブッチゲット内の紙幣にはルムコフスキの署名が入っており、また切手の肖像画にはルムコフスキが使われていたことからも、 彼の支配の強力さが伺える。しかしながらそれゆえに、ルムコフスキは月頭住民から激しく嫌われた。月頭内では、ルムコフスキの強圧政治に対する抵抗運動が激化し、デモやハンガーストライキが多発した。1940年8月には、月頭警察だけでは取り締まれなくなり、月頭外のドイツ当局の助力を得て、ようやく鎮圧している。 しかし9月にはデモが再開し、9月半ばにはルムコフスキが路上で襲撃を受けるという事件まで発生した。他のゲットでもユダヤ人評議会に対する批判活動は見られたが、ここまで激しかったのはこのウッチゲットのみである。そのため、ウッチゲット内にはドイツの刑事警察の発出所が存在していた。彼らは抵抗運動を起こした者から金品を巻き上げることに励んでいた。 月頭内では絶対的な存在であるルムコフスキもドイツ当局の命令には全くことを唱えられず、従うより他になかった。特にリッツマンシュタット市役所の月頭局局長、ハンス・ビーボーが頻繁に命令を下し、彼とその上官が実質的に月頭を支配していた。1940年末以降、食料事情が限界に達し、月頭内に 企害や病が蔓延するようになった。1941年1月のウッチ月頭再編成のための会計検査院の報告によると、ウッチ月島住民の消費する食費は、韓国囚人の消費する食費の半分であったという、悲惨な食料事情は伝染病を引き起こした。1941年5月の月頭保健局の公式記録によれば、月頭住民のうち2万人が、 急性結核を患っていたという。ゲット内の医師アルノルトモストビッツは、史上最大の赤痢が流行がゲットを追っている。住民17万人のうち、5万人から6万人が、患っている。死亡率は高い。急性結核も蔓延しており、多数の犠牲者が出ている。腸チフスも流行しており、私も患った。同じく発信チフスも押し寄せようとしている。と書いている。 4万3000人が病と飢餓で命を落とした。犠牲となるのは大抵体力に劣る子供や老人であった。1941年上半期の全死亡者のうち五分の1は14歳以下の子供であった。このような状況の中、1941年末にドイツ・オーストリアルクセンブルク米面命連補五両から、さらに2万5000人のユダヤ人がウッチゲットーに移送されてきた。 彼らは、月頭の先住者たちからは全く異質な存在であり、招かれざる客であった。この旧内装のために、月頭内の食料、物資不足は、ますます深刻になった。ウッチが属するバルテラント大管区の SD 長官、ヘップナー新衛隊少佐は、1941年7月に、ベルリンの国家保安本部ユダヤ人科課長、アドルフ・アヒマン新衛隊中佐に当てて、 今年の冬にもユダヤ人全員には食料を支給できなくなるかもしれない。労働不能なユダヤ人は何か即効性のある方法で始末するのが最も人道的ではないだろうか。真剣に考慮すべきだ。この方がガシよりは気持ちがいい。と提案している。ドイツ当局はウッチゲット内の15万人のユダヤ人のうち労働可能なものは5万人に過ぎず。 残りは食料を無駄に使うだけの労働不能ものと見ていた。ヘウムの絶滅収容所への移送のために駅へ向かわされるユダヤ人たち。1941年12月にユダヤ人評議会議長ルムコフスキはドイツ当局より2万人の労働不能な月湯住民をヘウムの絶滅収容所へ移住させよという最初の移送命令を受けた。これ以降も頻繁に ドイツ当局から移送命令が下された。移住対象となる労働不能者の具体的な選定はユダヤ人評議会に一任された。ルムコフスキはゲットの関係部門責任者を委員とする移住委員会を設置して移住対象者の選定を協議した。まずゲット内にいる5000人のジプシーを全員移住させることが決定した。 彼らは1941年12月のうちに、真っ先に、月頭からヘウムのへ移送され、同地でガス殺された。続いて1942年1月15日から、ユダヤ人の移送も始まった。1942年5月末までにかけて、ウッチ月頭内の5万5千人のユダヤ人が、ヘウムの絶滅収容所へと移送され、そこでガス殺された。 移送されたものの多くは貧困層の老人、子供、女性などであった。さらに1942年9月4日から12日にかけては中3階級以上のユダヤ人家庭の老人や子供たちも連行され、2万人がヘウムの絶滅収容所へと移送されていった。移送を指揮したゲット警察長官、レオン・ローゼンブラッドはこのことについて戦後にこう語った。 拒絶すれば、私も銃殺されたでしょう。私にとっては、それが一番楽な解決方法です。しかしその後にはどうなりますか ?SS はこう言います。ならば勝手に選び出すだけだ。としかし、私が移送を任されていれば、志願者を募ることができます。志願者が殺到して要求された人数が集まることも、ありましたから。足りないときは、臨終間際のもの。 まだ足りないときは、重病人、なお足りないときは罪を犯した者を移送しました。それでも足りないときには、老人を連れて行きます。でも、どこで線を引けばいいのでしょうか。お願いです。私の取った方法より良い方法があったというなら、教えてください。ユダヤ人評議会議長、ルムコフスキも、移送者たちの末路を報告された際に、命令だった。私は他人に手を汚させるよりは、 自分の手で実行したのだ。と漏らしたという。移送ははじめは、ドイツ当局の命令を受けたゲット警察によって行われ、彼らの方で収集不能になった時のみ、ドイツ当局が武力介入していた。しかし間もなく、ゲシタッポが直接移送の指揮を取り、ゲット警察は補助に回るようになった。これらの移送によって、ウッチゲットに残された。 ユダヤ人は大多数が労働可能なものとなった。1944年1月初めのウッチゲットの人口は8万人であったが、このうち6万2千人が労働者登録されていた。1942年の移送の嵐が去った後、1942年10月から1944年5月にかけてウッチゲットでは激しい。 ユダヤ人移送は行われなくなった。その間、ウッチゲットの住民は徹底的に軍需産業に動員され、ドイツ国防軍の生産基地の一つとして機能した。1944年初頭には再び飢餓と病がゲットを襲った。ソ連赤軍の接近に伴い、1944年6月22日からウッチゲットの移送が再開された。 1944年8月2日に正式に、ブッチゲットの解体命令が下る。ゲット住民は、アウシュビッツビルケナウ強制収容所やヘウムの絶滅収容所へと移送され、大部分は終戦までに殺害されるか死亡するかした。ブッチユダヤ人評議会議長、ルムコフスキも、アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ移送され、そこで殺害された。 1945年1月にソ連赤軍によってウッチゲットは解放されたが、この時ゲット内には877人しか残っていなかった。演説台に立つユダヤ人評議会議長ハイムルムコフスキ、バルテラント国家代理官長、ありがとうございます。